2点リードされながらも3点を奪っての逆転劇、大きな勝利となったと思いますが、この評価聞かせてください。もう今日は本当に攻めようと、攻撃したいということをみんなで共有して、まあ、そのために、まあ、守備から入ろうと、でそのいい守備ができるために準備をしようという中で、まあ、本当に前半も悪くはなかったと思うんですけど、本当セットプレー、相手の強いところをクロス対応もう警戒していたところでやられたのは本当に、まあ、問題ではあるんですけれども、そこでへこたれず、後半修正して入った、でなおかつゴールを目指し続けてくれたのが形になったと思います。前半の終了間際に1点を返してハーフタイムに入れたところ大きかったと思いますが、そのあたりいかがですか？いやもうその通りだと思いますし、まあ、秋友翔も常にゴールを目指してた、まあ、チームとしてそこを目指してた結果だと思いますし、それは後半につながったと思います。先ほどハーフタイムに修正をしてというお話ありました。どういったところを修正かけられたんでしょうか？やはり間のストロングであるロングボールもそうですし、ロングボールの、まあ、競り合い方であったり回収の仕方、攻めの仕方っていうところをちょっと話をして、まあ、失点のところも振り返りながら、まあ、次絶対やらせないぞということで後半、もう本当に1点が大きかったので、まあ、慌てず行こうというのはハーフタイムに伝えました。逆転に成功した後、まだアディショナルタイムも含めて30分近く時間残っていました。このあたりのゲーム運びというのはどのように考えていらっしゃったんですか？いやもう誰を使っても締めれると思ってましたし、その準備はみんなしてくれてるので、そのタイミングだけ自分がどうするかというところで、まあ、中の感じが悪くなかったので、まあ、それを引っ張ったというのはありますけど、まあ、途中選手が本当に理解して、これを守りきるというところを表現してくれたと思いますし、まあ、そういうのが勝ちにつながったと思います。最後怒涛の鹿島の攻めもありました。ちょっと見ている方はヒヤヒヤとしたところもあったんですが、監督いかがでした？いやもうそれは常々ありますし、まあ、でもそのというところも含めて守りきるというのはすごく大きかったですし、鹿島さんに対して逆転で勝てたというのはすごく次につなげないといけないと思います。次はアウェーでヴェルディとの対戦です。どのようなところをつなげていきたいでしょうか？いやもうとにかく相手ヴェルディさんもタフなので、その辺に負けないことはもう徹底的にやっていかないといけないと思います。おめでとうございました。ありがとうございました。